で、それが沈み次第、また石灰に覆われてきてっていう形。だから、岩にね、もう骨がいっぱい。うん、すごいんですよね。うん、いろんな条件が重なってるんだよね。重なって。で、県立博物館で、琉球時間の、昔時間の、骨格標本があるんだけど、89% はこっちから出てる。あ、そうなの。僕が拾ったよ。うん、あげるからって。寺間近なの。いやいや、全然違う。その骨。ということは、くの島にも人が触るね。2種類。2種類もいた。牙のある、肉食の、これね、骨とキョンっていうの。うん、これは骨か。2種類出てるよ。これは何やっぱり、続いていた頃に、ここにいたわけだ。で、いたんだけど、うん、もうこの鹿がいる自分は大陸から離れて、でここにも独自に生息して、うん、生息してたけど、足当たりになってたかもしれない。環境がね、うん、その鹿を育てるぐらいの広さの環境がなかったね。なくて絶滅した。昔はこれで犬閉めたんだよね。犬閉めたかはどうかはわからないけど、うん、貝塚からは相当出ては来る。あれは運んでくるもんですからね、イノシシなんかは人間と一緒に食用として。いや、知らなかった。こっちの鹿はもう完全に野生化して、野生化っていうか、はい、野山みたい。ん？動画で撮ってるんだよ。いいね、背中。あれ違うね、僕この前あの総人さんに行ったんですよね、うん、あのシンバルのその、うん、川、降りてきたところのですね、あの指をそこゾーンに行くところの左手の方に水門があるんですよ。水門。